ばんは、セイトラビットです。ということで現在羽田空港第3ターミナルに来ています。第3ターミナルということは海外です。海外に行きたいと思います。はい、今回行く場所はオーストラリア、そしてタスマニアとなってます。さあ、いよいよですね、海外行き出せますね。前回ヨーロッパの旅で、はい、はちゃめちゃヨーロッパ旅行、はい、見ていただいたと思うんですけど、今回もまた再び海外ということで、どんな旅になるのか、あとね、カンタス航空で行きたいと思います。だいたい飛行時間は、9時間半10時間弱というふうに聞いてます。はい、シドニーに行って、そしてそのままタスマニアの方に行きたいと思います。何日間かシドニーを、はい、ご案内できたらと思います。ということで、どんな旅になるのかもうわからないです。で、結構ね、いろんな人の動画見てるんですけど、わからないですもん。ということで、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで行きましょう。ちょっと Wi-Fi を借りに行きます。まずは、めちゃめちゃ混んでます。この混み具合も見ていただけたらと思います。では行きましょう。ということで、無事に Wi-Fi も借りてたので、このままチェックに行きたいと思います。カンタス航空めちゃめちゃ混んでます。実はなんか満席の雰囲気があるんで、またね、ヨーロッパの時の二の舞やらないにも早くやっちゃいます。もう勉強しないとダメですよ、本当に。今までの海外とは桁違いに時間かかるんで。なんかでもあんまりね、皆さんなんか簡単にやってるような感じがするんですよね。そんな簡単かなと思いながらね、もうヨーロッパの帰ってくる時のパターンの地獄、わずか残り30分という奇跡の生還のあのパターンに陥りたくないので、ちゃちゃっとやっちゃいます。 H カンタス、これ H ですね。結構人がね、いるような気がするし、いません、これいる、これ一番いるような気がするんですけどね。はい、ちょっと行きましょう。さあ、無事に荷物預けたので、いよいよチェックインしましょう。なんか事前にいろいろやっとかないと大変です。これめんどくさいです、やっぱり。ちょっとアプリとか言いますね、後で。さあ、無事に、なんとか検査も通りました。ということで、147搭乗口なんですけど、ちょうど今の8時なんですよ。で、22時出国なので、あと2時間あるんで、ちょっとお茶したいなと思います。でもね、すごい人、意外とすごい人。そっか、そらそっか、もうだいぶあれですからね。ということで、147、ちょっともうお茶したい、早くも。はい、ということで行きます。いや、なんと今のところ無事に行ってます。今のところ無事です。そんなに出ていくのって、まあ意外とね、フランスのあの時に比べれば、オーストラリアはまだマシか。ちょっとお茶します。ちょっとお茶しようと思ったら大行列です。だから結構閉まってるんですよね。だから空いてるところに殺到するような、だって7時半8時か8時でこんなに閉まってたら、その空いてるところに殺到するようなみたいな感じです。まあ10時間の旅ですから寝ます、多分。で、2時間のあれがあるんですよね、時差があるんで、シドニーの方が進んでるんですよね。あ、そうそう、あと岸田首相が行ってるんですね。総理が行ってます、今オーストラリアに。はい、で、結構さっき言った通り、いろんなね、 YouTube の動画見てるんですけど、すんなり入ってる感です。だからあんまり入国はどうしたとかっていうよりは、入ってどうのこうのっていうのと、あとオーストラリアドルが今94円ぐらい、94、5円ということで、まあ、ちょっと物価なんかもね、あんまよくわからないですね、皆さんの方、他の YouTuber さんの動画を見ても。なので、ちょっとその辺しっかりお伝えできたなというふうに思います。はい、でもね、カンタス航空、タ
多分いっぱいって噂を聞きました。確かにね、すごい人なんで、やっぱオーストラリアとの行き来結構激しいのかもしれません。さあ、その辺もお伝えできましたね、いいなと思います。では、いよいよ搭乗の時刻となりました。147搭乗口、カンタス航空ですね。行きましょうか。さあ、10時間、長い旅やで。シドニーまで10時間ということで、だから10時からで9時15分着、10時間ぐらい、はい、行きましょう。大変頑張ります。さあ、無事に搭乗できそうです。さあ、進んでいきましょう。初めてですね、羽田空港から海外に行くのは。なんか毎週来てるんですけど、海外は初めてということで、第3ターミナルから飛び立ちます。いつもは第1ですけども、はい、駅でいうと1個手前の第3ターミナルとなってます。さあ、では進んでいきましょう。カンタスと書いてます。カンタス航空も初めてかな。よいしょ。でもね、夜の羽田空港って綺麗ですよね。すごい綺麗な、はい、このいろいろな、ね、光が灯ってます。さあ、いよいよ出国です。行ってきます。もう本当にカタールで拘束されてから非常に気をつけながら動きます。あの思いがしたくないので、気をつけたいと思います。さあ、1回目の食事が来ましたということで、ポークにしました。これは何でしょう、豚肉のなんかです。で、パンとちょっとね、お酒飲もうと思ったんですけど、コーラにしました。そしてスイーツケーキが続いてます。さあ、1回目の食事、こちらでいただきましょう。なんかね、出発まで1時間遅れたのに到着は一緒ですっていう、ようわからんシステムになってるみたいで、はい、楽しみです。じゃあ、いただきます。皆さん、おはようございます。現在朝の、携帯の時計でだいたい7時ぐらいとなりました。なんか寝れたようで寝れなくて、寝たようで寝れなくて、寝れないようで寝たような、なんかよくわからない感じとなっちゃいました。ということで、朝ごはんいただきます。なんかオムレツですね。オムレツとパンと、まあ、飲み物をオレンジジュースにしました。おはようございます。じゃあ、いただいて、もうあとでもね、1時間半ぐらいで到着となりそうです。頑張ります。1時間あれが痛かったよね。あれがなかったらもう着きそうってことやもんね。
きなトラブルから始まりました。もう少しです。頑張ります。さあ、いよいよオーストラリアの地に足を踏み入れました。そしてなんといっても外は大雨です。さあ、まだまだ油断は禁物です。ここからです。カタールではここから拘束されましたから、非常に非常に気をつけながら進んでいきましょう。はい、大雨です。外は大雨。こんな大雨ってあるっていうぐらい降ってます。当然傘も持ってきてません。さあ、まずはでもね、ちょっとね、もうこんなまだまだです。油断は禁物ですから。はい、もうあとね、すでにもうめちゃくちゃ遅延してます。めっちゃ遅れました。いや、もうすでに厳しい戦いは始まってます。体中痛いし、進んでいきます。さすが日本人のパスポートはめちゃめちゃ早い。一瞬で、はい、入国手続き終わりました。ということで、この後はバッグを回収していきたいと思います。相変わらずバッグが全く出てこない状況です。いつものことながらです。なんか一番最初に出てこれたのにこんなにかかるって意味ないよね。いつも思うわ、ここで絶対ね、足止め食らうんで、まあ気長に待ちましょう。無事に、はい、入国ができました。いやー、でもね、ここからです。まだまだですよ。これでね、フランスの時はやられましたから。あ、マクドがある。ちょっとね、マクドとかいくらか見ときたいしね。大体の物価指数を測るとき、マクドを見るってのは大事ですから。まあでも一応入国はできました。ということで、荷物預けに一旦ホテルに行きたいと思います。現在時刻は10時半、11時ぐらいかな。着いたの10時半だったんで、で多少現金も持っときたいですけど、フランスの時にここで交換チェンジしたら相当レートやられたんで、ちょっとね気をつけながらやります。トン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 行ってしまうとやられますから気をつけます。ここで買えるのはちょっと控えておきます。はい、結構日本人はね、優遇されてるんで、そんなにね難しくなかったです。そんなに気にすることはないのかなという気はします。はい、ただし警戒はしておいてください。まだまだです。まだまだ行きましょう。そしてこちら、エアボートトレインに乗ってシドニーまで行きましょう。こういうところです。こういうところでいろいろありますから。はい、でちょっと地下にくぐるんですね。よいしょ。こういうのが非常に危険ですから。こちらはホテルのロビーとなってます。高級感漂うロビーですね。こちらがシドニーのフィッシュマーケットです。昔はね、なんか世界第2位の漁港やったとかなんとかっていうのを聞きましたけど、で現在1位が築地なんですってね。築地、まあでかいか、そらでかいよね。すごい。ちょっとお腹空いたんで、軽く何か、まあ魚でしょ、魚を食べましょうか。はい、わあ、すごい魚の匂いがする。ちょっとどんな感じか行ってみましょう。シドニーのフィッシュマーケットですね。
あーでもなんか日本でもねこんな感じのところ、やっぱり魚取れる魚が違うのかな。すごい美味しそう。だいたい1オーストラリアドルが、まあ、100円までから94、5円なんです。まあ、100円換算が分かりやすいですよね。100円ぐらいだと思いながら皆さん見てください。だからこれどういうこと、アサリが3700円ってどういうこと、タコが2700円、はい、この中弱かなやつが2000円、高いわ、やっぱ高いです、また高いです、またまたオーストラリアも高いです、また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 高い、2700円、これ何やろ、魚が分からんけどさ、あ、サーモンや、サーモン、これ何やこれ、ちょっと分かんないです、大きいって書いてますわ。スナッパータイやね、タイ、タイ2200円、あのね高いよ、また来たよこの感覚、もう帰りたくなるんですよ、僕こういうの見ると、日本に無償に。こっち人気あるんですよ、ここフィッシュマーケットカフェ。あ、ちょっとコーラ見ますか皆さん、コーラ、僕のコーラ感覚、値段書いてない、これどうやって値段わかんの、出た値段書いてないパターン、値段書いてないパターンでしたね。さあどうしましょうか、この辺のやつをじゃあ盛り合わせ頼みましょうか。さあ来ました、まずフィッシュマーケットで、はい、詰め合わせ盛り合わせをちょっと買いました。これで32ドルちょっと、まあ33ドルしてこれで3300円で、驚きのこのコーラ、また始まりますよ、またですよ、500円です、始まりました。これが嫌なんです、何が嫌って、だから嫌なんです、もう帰りたい。これ日本やって150円でしょ、コンビニで、これだいたいまあまあ3,400円、500円ということです。いい、うんね、だから嫌なんですよね、ということです。はい、物価高はまだまだ続きます。それではフィッシュマーケットから電車で戻ってみたいと思います。ちょっと帰れるかどうか、あと乗り継ぎがあるんですよ。でもこういうのもね、ちょっとねタクシー使わずに挑戦したいと思います。またですよ、またまた逆やったみたいで、はい、難しいんですよこれ、ないこれチャージかな、チャージか、またや、また分からへんで、あと何分で来る、 あと4分で来るって出てますね、あと4分で電車は来ます、4分、よく分からへん、めちゃめちゃ難しいんですよ今。フィッシュこれまたこのパターンですよ。フィッシュドドッタラに、あ、これフィッシュドマーク、こっちに行くじゃん、こっちに行かなあかんから合ってると思います。さっきちょっと逆の方でも合ってたんで気づいてよかったです。えらいことになってました。こんな感じの駅です。では行きましょう、合ってると思います。そしてこちらがオーストラリアセントラル、シドリーのセントラルという駅です。めちゃくちゃでかい。さあ迷ってますよ、またいつもの通り。なんかこう見て、これ
これの中から行きます。今セントラルにいますからど真ん中ですよね、多分こっからですよ。こっからいつも通り迷います。ちょっと見ますね、一旦。大変な道のりはまだまだ続いています。17ですね、番号17の方に向かっていきます。これが大変です。降りて上がってピーしていろいろ大変。17、こっちか。17、あ、17、18、17なんかないやん。19とかあるよ。16、17だけないんです。こっちか。ちょっと行きましょう。17目指していきます。来ました、これが17番乗り場。私が向かう列車ですね。合ってると思います。これに乗っていきます。そしてシドニーといえばやっぱりサーキュラーキーから見えるオペラハウス。やっぱりあれを見てないとダメですね。そしてハーバーブリッジ、ドンと来てます。すごい、やっぱりこの景色を見に来ました。目の前には、はい、こう遊覧船なんかな、向かってきてます。ではオペラハウスに向かって進んでいきましょう。次回この船乗ります。さあさあ、今ね時間が5時ぐらいなんですけど、まだ夜景とかね、日がどれぐらいで落ちるんでしょうね、この今の時期って。だからこの11月初旬、まあ10月下旬っていうとオーストラリア夏に向かって進んでまして、日本でいう春から初夏ですね、初夏みたいなイメージでいてもらえれば分かりやすいと思います。気温は今日20度ぐらいで涼しやすいです。僕は暑がりなんで半袖でもいけるかなと思いますけど、寒い人はちょっとね、ちょっと上に厚手のコートアウターがいるかなという感じですね。そしてハーバーブリッジがこちらで、実は止まっているのがシャングリラ、あそこになります。はい、素晴らしい立地の場所のホテルですね。さすが5つ星、最高の立地の場所のホテルを、はい、今回宿泊することができました。ハーバーブリッジがこのように見えています。さあ、お待たせしました皆さん、こちらがオペラハウスとなります。ハーバーブリッジオペラハウス、シドニーの最高の景色、最高の観光名所となっています。そして船がこのように行き交っているという、もう本当にシドニーといえばこの辺ですよね。世界遺産となってますよね、オペラハウス。素晴らしい景色、そしてハーバーブリッジ、そしてこの泊まってるホテルなんかもこのように見えます。はい、いいでしょうか、ちょっと近づきましょうか。こちらオペラハウスが近づいてきました。世界遺産オペラハウスです。素晴らしい景色、シドニーナンバーワンスポット、このオペラハウス、ハーバーブリッジが見えてきました。やっぱりちょっとね、夜来たいですね、もう一発。はい、これがどう夜景に変わっていくのかというのもぜひお伝えしたいなと思います。今一歩一歩オペラハウスに向けて足を踏み入れていこうとしています。よいしょ。さあ、シドニーのオペラハウス
ぱりシドニーに来たらここに来ないとというこのオペラハウス、こちらに今姿を現しました。どうなんでしょう、近づけば近づくほど遠くから見てる方がね、なんかイメージが湧きますけど、近づくとどうなんだろう、ちょっとわからないですね。そしてこちらオーストラリアのスーパーウールワースというところにお邪魔してます。さあどんな、こういうね、地元の食材、オーストラリアの食材がだいたいスーパーに来ると分かりますから、イメージサラダが1200円とかね、ちょっとやっぱりアッパーなイメージがあります。チョコレートが高いな、やっぱり500円とかしますね。800円、500円、700円、やっぱりとんでもない値段が飛び込んできますね。スナック菓子がだいたい400円、まあ、食材商品によって違うんでしょうけど、うわ手出ませんわこれ。なかなか手が出ません。まさか日本がこれほど経済で置いていかれるとは、こんな厳しい戦いになるんですね。何も買えない、はあ、夜ご飯食べに行きます。何も買えません。それでは夜ご飯に行きたいと思います。なんかいい感じの通りに出てきました、はい、あそこ泊まってるシャングリラホテル見えますか、上のところです。いやもうほんまにもうあのスーパー行って物価高で気分悪くて、一応ちょっと買ってホテル戻って、はい、今からご飯となりますね。えなんか安って言って買いたいよね。だってもう今もうあんなん見るとやっぱ日本帰りたいって思っちゃうからね。はい、なんかもう嫌やね。何なんでしょうね一体。このおしゃれワードに入っていきましょう。じゃあまたどうせまた始まるんでしょう。高っつって。すっごいここもう大人気ですよ。席座るとこはないよ。さあでは行きましょう。さあまずは来ました、このピザです。これを食べるためだけにオーストラリアに来ましたと言い過ぎですけど、これが食べたかったんです。さあおしゃれレストランで、ちょっとね天候もいいんですよ、もう気温がちょうどいい感じで、ということでいただきます。そしてもう一品がカルボナーラのパスタ。僕はねもうカルボナーラが大好きすぎて、パスタといえばこのクリームカルボナーラにしてます。はい、いただきます。ということで今宵の夜、オーストラリア最初の夜はこのピザとそしてカルボナーラで締めたいと思います。さあなんとか初日のオーストラリアの夜が終えそうです。ということでシャングリラホテル、そして左手にオペラハウスを見ながら帰ってます。いやあのやっぱり物価はね高いなと思ってしまいますね。仕方ないんでしょうけど、あ右ではフットサルやったりとかしてますね。でもご飯美味しかったし良かったですね。ということで再び2日目、明日のオーストラリアの、はい、明日朝から動きますよ。明日からいろいろ回っていきたいと思います。ちょっともうフラフラです、歩きすぎて足パンパンやしね、靴ずれこないだしてるし、
鼻水出るし、フットサルやってバスケやってますよ、ね、ということで皆さん、再びまた明日、はい、お会いしましょう。なんか日本がだいぶ寒くなってきてるっていうのを聞きましたよ。風邪などひかないようにしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。